ほら来た。はい。なんすか？はい、ヤマメですね。ほら来た。でかいの来た。ニジマスくんです。あなたの街のジーススタジオで待ってます。はい、そういうわけですね。今日も小菅川の方をやってまいりました。天気あいにくの雨ということですね。今日あんまり動画撮れないかもしれないんですけども、まあ、こんな場所からね今日入ってきますね。なんとか釣ってみたいなと思います。それでは、はい、それではですね、もう9月の今日29日ですね。本当にこの、川も明日で、解禁期間終了ということですね。もう本当に最後の最後やってまいりました。それでは今日の1投目やります。始球式です。今日の始球式はこちら、GS スタジオ六本木店オーナー黒沢博史です。とっことん一人の女、あなたの街の GS スタジオで待ってます。始球式です。六本木店オーナーの黒沢博史です。 GS スタジオであなたを待ってます。黒沢博史です。あなたの街の GS スタジオで待ってます。はい、見るからに釣れそうな場所、そしてシチュエーションなんですけども、始球式ダメでした。しかしこの雰囲気感はすぐ釣れるかと思います。ここで釣れなきゃね、釣れないですよ他も。だからこの大場所で一匹、いやーちょっと竿が短いのかな今日な。なんとかね雨が降らないうちにガツンガツン釣った。あ、まだ降ってるんですよね。そしてこうしてこうして確信部分、ん？こうしてこうして確信部分に迫っていく。それから今日の始球式、黒沢博史さんでしたね。つい先日お亡くなりになったということでね、この GS スタジオの CM、 もう私小さい頃も嫌になるほど見ましたね。もう深夜番組になるともう、お、来た、当たりました。深夜番組になるともう大体、この GS スタジオ六本木、あとズートロビーの人もねなんか出てましたよね。黒沢博史と一緒に江藤なんとかって人でしたよね。八海社長の江藤です。 GS スタジオで待ってます。それが今日は目印ですね。今日 YouTube 用に、あ、当たった、当たってる。 YouTube 用にド派手な感じでやってますけど、普段はこんな感じでやらないですね。下の目印はつけないまでありますからね、私はね。今日もブドウ虫です。はい、できれば始球式からの編集なしで、釣りたいなと思って。当たってる、当たってる、うん、すごい当たってる。魚見えません。だからブドウムシが、あ、この水中をね踊ってるんですね。水中を踊ってます。ああ、自分釣っちゃった、自分釣っちゃってるよ。バカやってんじゃないよですね。黒沢博史といえば、ああ、博史&キーボーンの博史ですよ、ね。バカやっちゃったら危ない危ない。
いや雨降んなきゃいいんですけどね。来た、あら来た、はい、なんすか、はい、ヤマメですね、ヤマメです。もう20センチですね。もう今シーズンですね、この川魚だいぶ食べ過ぎてですね、もう川魚中毒になりそうだということで、もう基本的にリリースさせていただきます。資源を大切にということで、ヤマメありがとうございました。20センチです。私ね、今シーズンというか今年はもう渓流釣りちょっと極めてやろうかなと思って、だいぶやりましてですね、多分数で言うと100は多分釣ってるかなと思いますよね。で、全部が全部動画にしてるわけじゃないんですけども、まあ記録として残せるように動画を撮ってますね。で、そうすると毎週ですね、この、まあ、大体土曜日釣りやることが多いんですけども、まあ日曜日とか月曜日必ず川魚で、これ川魚、まあ、当たり前なんですけど腹渡を取ったりするわけで結構大変なんですよね。で、食べるのも食べるので、やっぱり毎週ね、何匹も食べるって結構ね厳しいので、今日はできるだけ持って帰らないという方針です。それでは雨降ってきました。さあ、いでよ尺イワナ、尺ヤマメたち。今日も雨降ってますね、これね、雨降ってるんで、ちょうど上がカバーになってて雨よけになってて、わかりますかね、映ってますかね。ちょうどいい塩梅のところですね、やってるっていう感じでしょうかね。さあ、そこでいよいよこの脇に来て、でもここも一応目合わせないで、向こう見ないで、これまっすぐ見てますよ私。一応なんか気持ち気配を消すということで、ちょっとね、ちょっとこれ近すぎですね、私近すぎだと思います、これは。これ近すぎですね。意外とこんなところでブワーって出たりしてね、意外とねブワーって出たりするんですよこれ。もうちょっとね緩いところ、こういうの好きですね。もうなんかね、もう目がね、そっち見ちゃうともうなんかもうやりたくなっちゃってね、あ、ここちょっと釣れるかもしれないなと思うとね、こういうところ、小さいところ、ガーってね、もうイワナが出てきて、あるいはヤマメが出てきて。想像できちゃうんですよね。そしてブドウムシも見えてるもんだから、ちょっと浮いちゃいましたね今ね。ブドウムシも見えてるもんだから面白いんですよね。ブドウムシやっぱいいですね。今日は9月の29日、気温は20度ぐらいですね。19から20度ぐらいですね。で、もう雨です。こんな雨降る予報じゃなかったんですけどね、山の天気が変わりやすいということで、もうただカッパみたいなの着てないですよね。こんななんかなんですかね、ユニクロかなんかのちょっと撥水性の、ジャケですね。ジャケじゃねえな、ジャンパーだな。カニ釣り場このすぐ上流にあるんで、そこからニジマスなりなんなり流れてくるっていうのがあると思いますので、うわ、はい、はい、それでもうこれもう次行くべって時はもう大胆にね、ガチャガチャやってね、こうやって、逆方向行くとね、これ取れることが多いんですよね。あー、ダメだな。はい、あー、仕掛けやられました。なんだこりゃ、なんだこりゃ、
スレか、うわスレか、これスレだったかな、はい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 、うわうわ逃げた逃げた逃げた逃げております。ヤマメ20センチですね、放流物でした。はい、よいしょ、放流物ですねこれね、尻尾、よいしょ、はい、尻尾がね、尻尾が多分放流物ですよこれ、20センチヤマメですね、はいはい、あいた、ヤマメいました、いいね、渓流シーズンもね、もう本当に最後、ヤマメは本当に綺麗だな、はい、そういうわけですね、もう雨がなんとか止んで、しかしすごい曇っている、そして朝は今8時ぐらい、水も澄んでいる、流れちょっと数量多いかって感じなんですけども、絶好の状態ですね、もう今釣れなきゃいけないっていう状態、しかもこの先ですね、大変素晴らしい、もう私の大好物のような場所があってですね、あいた来た、あなんだ、はい、ヤマメですね、ヤマメ放流物です、ヤマメ15センチゲッツ、さあ大場所ですね、ここね、ガッツンガッツン釣れそうな気がしますね、誰かが入っているかどうか、今朝入っているかですよね、あと若干気になるのがこのタコベイトみたいな目印で本当大丈夫なのかっていうね、さっきねちょっと先行者いたんですよね、先行者っていうか私橋の結構下の方からやってたんであれなんですけど、多分ね途中の階段から降りてきたんですね、でなんか私の姿は完全に見えてるはずなのにね、やめなかったんですよね、私がちょっとそんな状態だから下の方でなんとか釣れないかなって粘ってて、で姿を消したんですけども、ここもやったんですかね、どうだったんですかね、あとできればこの餌の違いとかね、そういうのがあればよかったんですけどね、これ分かんないんですよ、私はもうブドウムシでやってますけど、例えば、イクラであったり、キジですね、ミミズですね、そういうのでやってればまたこれ、当たり具合なんかも違ったりねするんでしょうけどね、まあでもそこまでは分かんなかったです、見なかったんで、何なのか何で釣ってるのかまでは分かんなかったです、ただ餌釣りでやってるのは分かりましたね、まあ、途中の階段から入って、まあ、後ろから来てる人なんて当然分かんないんでね、まあ、それはそれでしょうがないんじゃないかなと思いますけどね、まあ、一箇所そこをやって、まあ、で帰ったっていうんだったら全然ありだと思いますけど、もう手つけちゃったらねそこやんなきゃいけないって感じあるじゃないですか、そこまでね私怒ったりとかするのしませんね、まあ、ましてや私なんかねこれたまにしか来ないねビジターですから、しかしここ当たりそうで当たんねえな、ここ、いやー当たりそうだけどな、当たんねえなこれ、いやーもうやっぱり言ってももうね9月の29日、肉の日だなこれ、肉の日だなこれ、魚の日じゃねえな今日は、肉の日だな、いやーすごい滝に出た、いやーすごい、これは魚はもう上がれねえだろうなこれな、ちょっとちゃちゃっと何匹か釣れるといいんですけどね、はい、それではですねこの滝が滝でもうこれあれですね、ここはもう一旦釣りはおしまいけどになりますよね、魚止めなので、釣れればいいなと思うんですけどね、どうですかね、魚はいるんでしょうけどね、やる気があるのかないのか、
この時間ちょっとねやっぱり雨降ってきてますね。なので釣れそうな雰囲気感もすごいあるんですけどね。ただこれ怖いですね。これここでものすごい、雨が降ってきて豪雨になって、もし万が一何かあると、はい、ちょっとね逃げられないとこなんでね、ちょっと怖いっちゃ怖いんですけどね。さ、すごい滝です。すごい滝、大滝ですね。大滝です。大滝一ですね。結構つぶやいてる、くだらないこと、結構音入ってるんですよこれね。これ現場で撮ってるんですけどね、なんか人の声はなんか拾いやすいとかそういうのあるんですかね。いやーこれは難しいな、こういうとこは。あー回った目が分かった。はい、滝つぼには大イワナ定番ですよ。定番です。お、来た、でかいの来た。お、なんだ、お、来た、ほら来た、ほら来た、ほら来た。ニジマスくんです。ニジマスくんです。20センチです。オートリリース20センチ、ゲッツ。はい、ニジマス釣れましたね。25センチですからね。まだやりますよ。ガッツンガッツンいっちゃうんだから。ん？なんだこれ、硬いな、ここ。ほら、足場が硬いです。なんだここ。足場固めてんな、これ。治水対策ですね、これね。これちょっとね、この滝、見学来る人いるから、あんな変なことばっかり言ってたのがやばいかもしれないな。変なおじさんいますってね、通報されちゃいますよ。あと外国人観光客なんかいたらね、オークレイジー、オークレイジー、オークレイジーね、言われちゃうかもしれないですね。オースペルクレイジー、奥行っちゃった今。奥行っちゃいます。オー、スペルクレイジー。いやー、なんかでかい目印すごいやだな。なんか YouTube 用ででかくしてますけどね。ちょっと切りますねこれね。ちょっと切ります。いやー、悲しいことをやってしまいました。悲しいことをやってしまいました、今この目印をカットするっていう段階で、道糸もカットしてしまいました。バカやってんじゃないよ、バカやってんじゃない。はい、杉はぎになってまいりました。杉はぎだらけの人生ですよ。もうこの沢一回出るか。よし、マイケル、マイケル、押しマイケル、この沢押しマイケル。いや、衝撃ですね。あんなとこに家がありましたよ。